三好菊川カントリークラブは、日本のゴルフ場。旧名は、南菊川カントリークラブ。運営会社は株式会社三好。日本ゴルフ協会正会員。関東ゴルフ連盟加盟。静岡県掛川市に立地する。1974年10月10日、南菊川カントリークラブとして開場した。設計者は安田幸吉である。ゴルフ場としての規模は18ホール、6927ヤード、パー72である。緑豊かな山林に囲まれたホールであり、海が、沢口池、海が、沢奥池、小沢池などの池に隣接している。設立母体となった南無線電機は、本業の家電量販店から、ホテルやスキー場など、レジャー産業に進出しており、南菊川カントリークラブもその一環として、設立された。ゴルフ場名の、南も南無線電機にちなんでいる。1984年には、第52回日本プロゴルフ選手権大会が、開催された。その後、設立母体が、三好グループとなったことから、南菊川カントリークラブも、三好菊川カントリークラブに改称した。なお、南無線電機と、三好は、双方とも、南岳一族が経営している。近隣には直営ホテル、パレスホテル掛川を建設し、グループ会社の三好ホテルズ株式会社が、運営している。関東ゴルフ連盟に加盟しており、日本ゴルフ協会の正会員である。ゴルフ場名には、旧名称の南菊川、新名称の三好菊川、双方とも菊川の文字が入っている。しかし、ゴルフ場の近辺には、菊川の支流が複数流れているものの、菊川の本流からはかなり距離が離れている。また、ゴルフ場の所在地も、静岡県菊川市ではなく、その西に隣接する静岡県掛川市である。あえて、菊川の文字を入れたのは、ゴルフ場開設当時、所在地が、合併前の小笠郡大東町であったことと、最寄りのインターチェンジが、菊川インターチェンジだけだったため、交通アクセスの利便性やわかりやすさに配慮したためで、ある。しかし、1988年に、掛川駅に、東海道新幹線が停車するようになり、1993年には、東名高速道路に新たに、掛川インターチェンジが設置され、掛川方面からのアクセス道路が改善された。菊川インターチェンジから、ゴルフ場への道のりと掛川インターチェンジから、ゴルフ場への道のりは、ほぼ等距離である。そのため、現在では、菊川市中心部からの交通アクセスと、掛川市中心部からの交通アクセスとの間に、ほとんど差異はない。ありがとうございます。